関西女子短期大学は大阪府柏原市朝日川岡んの十一の一に本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された大学の略称は赤女。人は様々な恩恵を享受し生かされているこの真理に目さめ感動と感謝から発する豊かな心と情熱を持って人の幸せを願い行動するとき私たちは社会に貢献できる。 ありがとうに出会い気づき感動感謝の行動から、新しい、ありがとうが生まれる学科過去にあった、学科専攻科別科取得資格について、資格受験資格教職課程付属機関、ABC 出展、全国学校総欄、ハット ABC 昭和41年度版36ページより、昭和43年度版39ページより、ABC 平成23年度、 全国短期大学高等専門学校一覧139ページ。関西女子短期大学の校より。AB 学生募集は1971年、入学生で採集。1974年3月28日付で、正式廃止。AB 学生募集は2002年入学生で採集。2004年3月31日付で正式廃止。被覆構成実習。 調理実習など、移植中に関する科目が開講されていた。栄養学、食品学、調理学実習、食品加工学実習、臨床栄養学実習などの科目が開講されていた。2003年度より、関西福祉科学大学へ移行。ありがとうございます。